今日のソーラーチャージャーです。本日は、晴天です。雲一つない晴天です。で相変わらず窓越しの直射日光が当たる状態です。で光の量なんですけれども、で本日は、100倍のリスクロックスですね。H10100 1000万26000ロックス、モデル電号が出ています。で、電気の方なんですけど、5.20V、55mA ですけれども出ています。 5.2V、55mA、ここら辺で安定しているかなという感じです。はい、以上です。今日はソーラーでした。晴天です。はい、今日のソーラーチャージャーのソーラーです。はい、本日は雪でした。今たまたま止んでますけど、さっきまですごい雪でした。10年に一度の寒波だそうです。寒波はいいので私に寒波をしてほしいです。はい、そんなくだらネットを聞いて、はい、今日ですね、光の強さというか明るさ、6数でいうと5600かな、5700くらいですかね、700強というところです。はい、今ちょっと火が出てきてね、どんどん上がっていますけど、そんな感じ。電力の発電状態は、4.34V 程度出ています。この程度で安定しています。はい、はい、今日のソーラーソーラーでした。はい、すごいです。雪すごいです。はい、本日もソーラーチャージャーのチェックです。本日は、晴れていますが、昨日は10年に一度の寒波とかあると思いましたが、軽く雪が積もりましたが、特に嬉しいです。いい感じで今光が差してきています。はい、ちょうどの方が10、100、1000、8236数ぐらいですね。で、こちらですね、 4.3534V 程度ですね。安定して、で給電しているようです。本日は以上です。今日のソーラーチャージャーとソーラーの時間です。本日は昨日の、大雪とは違って、非常に晴れています。晴天です。はい、で光の感じですけれども、これは106数単位なので、100、1000、5600です。で、ソーラーチャージャーの発電具合ですけれども、5.2V ですね。ここら辺で非常に安定しています。いい感じかな、若干見にくいですけど、ご勘弁ください。はい、以上です。今日のソーラー